最中部の観光地、アユタヤで8日、観光客を乗せたバンがトラツに追突し、日本人4人を含む5人が死亡した。亡くなった4人が前したツアーを主催していた日本旅行が会見を開いた。日本旅の会見、お亡くなりになったお客様のご冥福をお祈りいたしますと、共に、残されたご遺族の皆様に心からお悔やみ申し上げます。この事故で地元警察は、亡くなった日本人は成本春香さん、30。成本勝彦さん、65。ベーコン久美子さん、59。米今義さん、68と発表している日本旅行によると、成本春香と勝彦さんは大阪府在住の親子、ベーコン久美子さん、米今よ。お産は京都府在住の夫婦だという、4人は7日、関西空港、出発し、タイのバンコクと、アユタヤを巡る4日間のツアーに参加していて、ツアー2日目にアユタヤの遺跡観光に向かう途中に事故に。たという、同じツアーについて、日本旅行は今後、バス会を変えて実施するとしている。